こんにちは、スプリスティックです。本日はですね、ちょっと試食をしてみようかと思います。こちらなんですけれども、先日ロンダのスーパーですね、大きなスーパーに行って見つけました。これはですね、宣伝でテレビの宣伝でも出ていました。なんと焼きそばと書いてあるんですね。パッと見なんかなんですかね、スタバのコーヒーみたいな感じですよね。こういう感じなんですけども、これは、焼きそばと書いてあります。こちらがですね、こちらがクラシックって書いてますので、普通の味ですね。まあ、オリエンタルっていう味です。まあ、アジアっていう感じですね。で、こちらは補助と書いてますね、チキンです。で、ここにですね、説明が書いてあります。ここに説明が書いてあります。どうやってかっていうと、すごく小さい字なんですね。なので、メガネがないとわからないんですけども、まあ、要は同じですね。これ水するんですね。お湯を入れて、で、3分置いて、で、ここの穴からですね、水を、お湯を出して、で、中に入ってる味ですね、これを振りかけ、中に入れて混ぜるというものです。じゃあ、ちょっと開けてみたいと思います。ね、ね、これを、スペインというのは何でも硬いですね。なかなか硬いです。こういうですね。こういうです。普通のですね。で、中を開けます。そうすると中からこれが出てきます。で、中はこんなんですね。ではこちら2つとも、ではこちらも開けてみます。同じですね。こちらもですね、こちらも、あ、こぼしてしまった。あ、いっぱいこぼれました。こちらも同じですね。こんなのが入ってます ね。ではこれをお湯を入れて、2つ食べるのもあれなんですけど、もう味を見たいので2つ作ってみたいと思います。では、3分経ちましたので、これを水をお湯を切ってみます。こんな感じですね。ちょっとなんか怖いですね、この目の前に入ってたら。そしてこれを入れてみます。こちらがさっきこちらだったんですけれども、こっちですね、オリエンタルサルサ、オリエンタルって書いてますね。サルサオリエンタルで、こっちもなんですけど、こっちもサルサオリエンタルって書いてますね。なんとなく同じような味がするような気がするんですけど、ではこれをちょっと開けてみます。お、すごい、このグミ、こんな風にいっぱい出てきて、ついてしまいました。こんなんですね。これ
これなんか液体ですね。でこれを入れます。ね。こちらも開けてみます。こうやってどうかしら。ね。また同じです。味が本当に違うのかどうかってちょっと疑問ですね。犬の寝息が聞こえますか？寝ています。こういうのにあんまり反応しないで、マジで持ってみます。こっちの色が濃いですね。なんかちょっと味が違うんですね。オリエンタルでもちょっと濃いですね。まあ、混ぜるにはちょっと混ぜにくいですね。こういう風に。やっぱ日本の UFO みたいな平べったい方が。喋ったいって大きい方が混ぜやすいですね。こうちょっと混ぜにくいですけど、あまりうまく混ざらないですね。こっちの方がなんか色が濃いです。では試食してみます。昔懐かしい味をします。ではこちらですね。こちら結構あの麺と麺がひっついちゃってますね。これ薄いですよ。うん。味は違いますね。何の味か分かります。あ、まあ結構いけますね。あのこの麺がひっつかなければもっといいですね。麺にひっつくのがちょっとあれですけども、どんな味かっていうのを説明しないといけないんですかね。ちょっとThank you.
ちの方が日本の、あのカップ焼きそばに味が似てます、こっちの。でこっちがちょっと違いますね、味が。なんかちょっと薬味が効いてるような気がする。まあ、チキンの味ということです。そうですね、食べた感想はそんなに悪くないです。あのただこの本当に麺がひっつくっていうのが、こういうふうになんかこう、このネギですね、これがあのお湯を出した時に、これも別だったらいいですよね。これが一緒なんで、あのお湯を出した時にこういうふうになります。ということで、焼きそばです。スペインで見つけたカップ焼きそば。こういうのが今、出てきました。なので、日本のカップ麺とかが来たら多分、あの、徐々に皆さん、こういうの食べるようになってます。人気が出るのかなと思います。以上です。試食のコーナーでした。ではまた。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。